1、2、3、4、6、7、8、9、10、5、1、2、3、4、ラスト5、OK です。筋肉って伸びの動作もあるんですよ。まあ、腕で例えると縮める動作とかって、まあ、こう筋出力って、まあ、こう通常並みにこう上がってるんですけど、一応伸ばされた時の方が筋出力と、筋の損傷率ってすごい格段に上がるって言われてるんですね。じゃあ20いきましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20。 OK、 じゃあ確かにね、よしよしよし。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あと半分。1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト。はい、OK です。よし、じゃあちょっと経験しましょう。あ、いい、いいですね、いいですね。ここがありますよね。あ、やばい、出てる、はい、すごい。あ、いいですね、いいですね。やば、あ、いいですね。もう結果走ってるじゃないですか。若干ちょっと水分が抜けてきてますね。はい、走ってますね、走ってますね。マジ新幹線。はい、結構ベストボディっていう大会は他の大会と違って結構フリーポーズがあったりとか、結構あの規定のポーズの審査が厳しかったりとかするので、結構ポージングっていうのが本当に鍵になってきます。なのでそこでしっかりバチッて決めたり、かっこよさを出さないとやっぱ審査員の目がこう引っ張ることができないので、まあ最終的にはポージングが一番重要かなと自分は思っています。さあ、ゆきちゃん、はい、今日は何の練習ですか？ポージングの練習を今ちょっとしてます。今あの先生にも伺ったんですけど、はい、やっぱりこの大会はポージングでかなりポイントを分けるという話なんで、はい、かなり重要なファクターだと言ってました。そうですよね。めちゃめちゃ苦手なんですけど、はい、どういう風にしていいかちょっと今はい、悩んでて、どういうポーズちょっと今自分の決めのポーズ、なんか一番気に入ってるなんかあれば。一番気に入ってる、はい、なんか結構なんかその見せないといけないですもんね。腕とかそうですね、こうなんかこうやって見せるやつがあったりとか、うん、背中の筋肉がすごいよと思う人は、うん、手背中をこうって見せるっていうポーズがあるんですけど、ちょっとまだ悩んでる状況ですか？悩んでますね、めちゃめちゃ。どれがいいかなって思ってます。そんなイグちゃんにですね、はい、私がはい、コーチを連れてきました。コーチ、はい、ありがたいですね。期待してください。すごい人なんですよね。当たり前じゃないですか。僕が連れてくるって言ったら間違いない人です。期待します。それではご紹介させていただきます。はい、この2人です。どうもどうも、ポージングの先生です。すいません、もう1人います。おはようございます。ということで今日はこの3名に、はい、今井口が悩んでいる大会向けのポージング、それをあのコーチしていただければありがたいなと思います。はい、じゃあまずは小屋さんの方から任せてください。はい、なんかあったらポージングを言えばくれるの、もう僕しかいない。はい、まあね、あの日頃井口さんの筋トレしてる姿とかね、私生活も見てるので、うん、そうだね、その部分もやっぱこう、うん、見せたいんですよね、うん、審査員に、うん、そうなるとこういうふうにこう手を置いてですね、はい、右手はこうカロリーを見る、このポーズ。そうです。
カロリーを見るカロリーを見るポーズです。この時やっぱ注意してほしいのは、うん、ちょっとあのつま先立ちにするんですよ。あ、つま先立ち、あ、そうです。で、足の筋肉もちょっと見せるんですよね。なるほど。はい、で、その時のこのグッと肩にも力を入れてですね、ね、そうです、うん、このポーズで全ての筋肉をこう見せる。これは筋肉と、うん、自分の頑張りを見せることができる。なるほど。ポージングです。Okay、これをすればもう、イグさんは優勝します。なるほど。ありがとう。じゃあちょっとイグさんここでやってみましょうか。はい。ちょっと見ておいてください。はい、参加してください。では行きます。ちょっと見てて、ね。高野さん、発案のポーズです。どうぞ。はい。こう。イグさん、やる気あります？どこがあるんですか？イグさん、ちょっと違いますね。もっと、もっと自分の、うちの心ですね。心をもっと見せない。頑張る。これ、形だけじゃないんですよ。そうだよね。心も見せてるんですよ。心もね。そうです。こう。そう。どうでしょう。どうでしょう。おー、いいですね。もっと、もっと見れる。もっとカロリー見れます。もっと、もっと。これはゼロカロリーですか？マジでクエスチョンなんだけど。いや、いいですね。ありがとうございます、小田先生。ありがとうございます。これでもイグさんは絶対優勝しますので、はい、ぜひぜひ頑張ってください。ありがとうございます。そして、続いて。タクティ先生、はい、高野先生がね、はい、あの一つ素敵なポーズをプレゼントしたということで、はいはい、私からもね、はい、あの一つ素敵なポーズをプレゼントしたいと思います。お願いします、はい。今回このね大会に出場するにあたって、はい、イグさんはタレントと、はい、やっぱり掃除ジャパンの出場者ということで、はい、まあね、あのいろんなね顔を持ってるんですよ、はい、ただイグさんはね顔を商品にしているわけでありまして、はい、筋肉だけじゃないんですよね、はい、そこがやっぱ周りと違うところ、はい、そこをやっぱりピックアップしてどんどんアピールしていかないといけないと僕は思う。考えていらっしゃいます。ただですね、はい、顔をまず前に出します。はい、顔を前に出す。で、この顔を見ようと言わんばかりの満面の笑みでポーズをしまして、はい、この上二頭筋、三頭筋をですね、はい、皆さんに見せつけると、はい、満面の笑みでこれをやってください、はい、それではイグさん、じゃあイグさんお願いします。タクティさんの発案ポーズです。どうぞ。はい、ダメダメダメ、笑顔が足りない、笑顔が足りない、そんなんてダメダメですか。顔売りにしてんでしょ、筋肉だけじゃないんだよあんたは。はい、ここですね。はい、いいよ、いいですか、この笑顔、いいよ、はい、優勝、オッケー、優勝、イグさん頑張ってください。タクティ先生ありがとうございました。いいですね、いい流れですね。2つのポーズを授かりました。これはいただきました、ね、そしてトリです。キス先生が間に合いました。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今来たばっかりでね、状況はあんまり把握してないんですけれども。その通りです。はい、まあね、一番目に小谷先生が、はい、まあね、今までの努力をポーズに、はいはい、そして、タクト先生が今まで歩んできた奇跡をポーズに、はいはいはい、やっぱりね、僕はどういきましょう、イグさんが今まで歩んできたこう、はい、大元ですね、はい、ここジャパンで生まれ育って、やっぱりもうジャパンなんですよ。ジャパンなんですよ、彼は、うん、彼はジャパン、彼はジャパン、はい、やっぱりジャパンを投影していこうと、はい、いうことで、それでは先生お願いいたします。はい、 This is Japan、うん、右足前まっすぐですね、12時の方向、そして左足を引く、揃わないように、ちょっとやっぱりこっちね、これはなぜかというと体の面を見てもらうため、重心は左、9時の方向ですね、うん、はい、右手を前パーですね、しっかり指を伸ばす、はい、左手は後ろね、90度ですね、はい、何これ、わかりますか、ジャパニーズカブキ、しっかりとここで上腕二頭筋、はい、足も見せます。ちょっと痛いですね、こっちがね、負荷がかかってます。体の面が見える、すべての体が見える、ジャパニーズカブキ、はい、じゃあイグさんこちらで一度やってみましょう。これどこか見せたのかよくわかんない。さすがティスさんのポーズです。それではお願いします。はい、いいですか。それでいいんですか。今世間はオリンピックムード、いいんですか。全然日本を背負って大きな背中に日本を背負って、全然興味ねえ。
元も子もないこと言われちゃう。こうどうでしょう、ティス先生。30点ですね。本番までね、時間があるんで磨いていきましょう。これということで、イグさん3人のコーチに教わりました。なんか全部微妙なんですけど、大丈夫ですかこれ。いや、間違いないです、私が連れてきたんですから。そうですよね、はい、ちょっと取り入れて頑張りたいと思います。今回、はい、ありがとうございました。皆さん声援をどうぞ。イグさんならできる。いやまあ、このポーズで負けたら君の実力不足ということで、ね、これからも僕たちの何かけても頑張ってほしいと思います。ファイト。本当熱。ありがとうございました。ありがとうございました。